はい、おはようございます。静岡県富士宮市の高橋、名検討代表の高橋です。今日はね、静岡県の駿河区に来ております。現場初日、高圧洗浄やっていきたいと思います。今日はね、ガンを持つ人、そしてホースを持つ人、ね、3代目と私でガンを持つ人、そしてホースを持つ人、こんな感じでね、今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、これがホースが、そこでいっぱい、うん、そこでいっぱい、ここでいっぱい、あ、ぐーっと来てこんな感じか。よし、じゃあ回してくるよ。スタートです。スタート、はい。今日ね、私がね、ホース持ちやります。3代目がね、ガン持ちです。はい、よろしく、よろしく。はい、そしてね、今ね、ガンで3代目にやってもらって、私が今日はホース持ちなんですけど、このホース持ちがすごく重要なんですね。何も知らないでホース持ちやると、ガン持ってる人が高いとこからね、ワイヤーホースに足が取られて落下して死亡事故なんかもね、起きてますので、気をつけなきゃなりません。その一つとして、今ちょうどね、家の角なんですけどね、その向こう側で今やってます。で、今ホースがここにあります。今3台目がね、今見えてない状態で、見えてない状態でこれをホースをこう引っ張るとね、3台目の足がね、ガンをやってる人の動きが見えてない状態でホースを引っ張っては絶対ダメです。はい、これ絶対ダメです。見えてる状態でホースを引っ張ったり伸ばしたりしなければなりません。それではね、やっていきたいと思います。はい、そして今回ね、私がホース持ちってことで、ホース持ちの仕事っていうのはね、今ガンでね、吹いてもらってる人は今ね、施工に夢中でね、集中してますので、ホースを操る仕事と、あとは水しぶきがこの上から回ってしまう。なので、この近隣のね、住宅の人が洗濯物とかね、そういうものを干しているとまずいので、ホース持ちは、まあ、洗浄が始まったら一度下のね、状況見て、ガン持ちのね、今水を吹いてる人にこう伝えていく。もう少し圧下げた方がいいよとかね、こういう、洗浄の向き、横じゃなくて、縦にやった方がいいよとかね、少し考えてくださいみたいなね、報告をしなきゃいけないので、周りを一度降りて、今一番上にいますけど、降りて
見に行ったりっていうのはね、ところどころで確認し行かないとね、いけませんね。今ね、あそこでやってますね。今2段目に降りてきたから大丈夫ですけどね、ちょっと近所の人のあの辺まで水来てますよね。ちょっとあそこにね、あの布団が干してありますので、ちょっとね気をつけるように言いたいと思います。そこさ、うん、後ろに洗濯物干してあるから、ネットの間が空いてないか確認して、うん、あと圧下げるとか、うん、ここね、前が道路になってますので、通行人がね、どれぐらい通るかっていうのもね、確認しておきたいと思います。はい、まあこんな感じで、まあ、あまりね、人通りが激しくないね、細い道なんで、まあこの辺はね、あまり気にしなくてもね、いいと思います。で、あとは水をね、溜めてるタンクがちゃんと機能してるかどうかっていうね、点検もしっかりホース持ちはね、やります。これでね、今回の洗浄は終わりました。今日はね、手元ホースを持つ人、ホース持ちね、そんなことをね、やってみました。ホースを持つ人はね、もう大変です。一番最初ね、私も先代の時には2年ね、ずっとね、ホース持ちずっとやってましたけど、それができて初めてガンでね、できるようになりますのでね、まあ、だからといって若い人がね、ホース持ちをやるっていう、そういった提言はないのでね、代表になっても、あの上の立場になっても、ホース持ちっていうのはね、常にずっとね、やり続けてないと現場の様子もまた分かんなくなってしまいますのでね、現場調査で分からなかったような細かいところもね、こういった高圧洗浄をしながらまたね、発見していく、そういうような形で高圧洗浄、ホース持ち、明日からね、養生入ってきますけど、とても大事です。まあ、現場調査をやっただけでは分かんないところもありますので、そういったことで高橋メイクペンと3代目と、ね、頑張ってやってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おります。明日から養生頑張ります。おります。